今日も鉄棒です。はい、今日こそカノン逆上がり行きたいね。クソ空中逆上がり、今日絶対やってみせるぞ。よし、カノンちゃん、まずはいつも通り今の実力を見せてください。なるほど、惜しいね。結構足上がってるね。カノンちゃんの弱点はね、相変わらずあれだね、肘が伸びちゃうとこだね。お腹が離れちゃうから回れないって感じ。今日ねちょっとね、いろいろその回る感覚とかを養える練習方法をねやってみたいと思います。あのコメントでねちょっといろいろアドバイスしてくれた人がいたので、そちらを参考に今日ちょっと変わった練習をします。じゃあそこは休憩所ではありません。じゃあ新しい練習をするためにちょっと今日マットを用意しました。それを使ってあの逆上がりの感覚の練習をしたいと思います。じゃあカノンちゃん、まずねそこでゆりかごをちょっと10回ぐらいやってみようか。なんかねこれをやると、そう、それ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 、はい、じゃあやってみましょう。どうした、ねコロリン。はい、次の練習です。次はね、寝っ転がってもらって足のつま先をね頭の上にこうグワーッと持ち上げて戻すっていう練習です。せーの、よいしょ。そうね、そう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 、その感覚。はい、戻す。はい、足上げる。真剣にお願いしますよ、真剣にね。はい、下げる。よいしょ、もっと頭で、頭の上、そうそうそう、そこまで持ってっちゃう、そこまで持ってっちゃう。はい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 、はい、それでは次はね、その引きつける力の練習をしましょう。カノンね、そう、いつもそれ手伸ばすんだけど、手伸ばすよりもね、その肘曲げてグイって、そう、その方がね、そうそう、その方が力入るのよ。そうそうそう、手曲げて、そう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 、そういうこと、そういうこと。脇締めて肘を曲げるとすごく力が入るのね。そうすると これを応用すると、あの鉄棒を体に引きつけることができるので、はい、それをね意識して、それでは鉄棒に戻りましょう。さあ、それでは特殊な練習でできる感覚をつかんだカノンちゃん、やってみましょう。あれ、うーん、大丈夫かな。ああ、斜め上、つま先の方見るんだよ。ちょっとカノン手が全然ダメじゃん、疲れちゃったもん、もう疲れた。そうか、分かった、じゃあしょうがない。じゃあちょっと次リンタンちょっとやる。はい、じゃあリンタンの空中逆上がりどうなの、今日いけそうな気する、うん、する。また出たこの兄弟揃って得体の知れない自信。じゃあ行きます。まあちょっとやってみようか。よし、リンタロー選手行ってみよう。はい、はい、じゃあまずツバメからかな。あ、ツバメじゃないの、あんまいいよ、好きなようにやっていいよ。うん、あ、まず逆上がりから行くんだ。おう、おうおう、ツバメだ。よし、1、おお、いけそうだね。行ってみよう、行ってみよう、どんどん行ってみよう。これリンタンが先行っちゃうかな。よし、1、もう少しだよ、リンタ。うん。シャツしまって、シャツしまって。オッケー、オッケー、オッケー。よし、リンタ、もう一回行ってみよう。はい。うん。はい、もう上手だね、リンタ、逆上がり。さあ、ここからです。すごい、なんか5回ぐらいで、うわー、すごいね、行っちゃったよ、クリアです。素晴らしい、クリア、クリア。カノンちゃん、お願いします。頑張れカノン。リンちゃん、ちょっと横避けてください、リンちゃん先生。さあ、リンタロー君、おめでとうございます。どうですか、成し遂げた後のお菓子は。美味しい、美味しいね。あー、カノン食べてるかも、その横で。はい、未だ成
し遂げられず、ただ単にエネルギー補給のためだけにお菓子を食べる人がいます。はい、はい、それじゃあバッチリお菓子でエネルギー補給したカノンちゃん、お願いします。今日ね、これでカノンできたらもう最高の動画になるね、これ。いや、頑張って。まず持ち手です。持ち手は肩幅よりちょっと広いぐらいで、順手逆手どっちでもいいです。ただし親指でしっかりと包むこと。はい、はい、カノン、俺は食べてくれ。で、さらに行くと、そう、リータ勝手なエネルギー補給はお控えください。脇を締めて肘を絶対伸ばさないようにね、それを心がけること。いいですね。はい、はい、足は、鉄棒の真下ぐらいにね、行くようにして、蹴り足をね、鉄棒の真下に置くような感じで。はい、もう一回気合い入れていきましょう。はい、はい、お願いします。これはダメかな。中学生になってもできないかも。そんなこと言わない、応援してあげてちゃん。はい、それじゃあ今日最後にもう一度凛太郎くんの華麗な空中逆上がりで、お別れしたいと思います。さあ、入念なT シャツイン、シャツインです。はい、まずは逆上がりでツバメになり、どうした？カノンどうした？ちょっと待って、カノンちゃん、カノンこっち向いて、どうした？僕また悲しくなってきた。カノンかわいい、大丈夫、カノンも頑張ってるから。リンタンだけできちゃって悔しくなっちゃった。だ頑張れカノン。リンタン大丈夫だよね、カノンできるよね、リンタン大丈夫だよ、大丈夫まだ頑張るでしょ、もっとやるでしょ、大丈夫、ちょっとずつ上手になってきてるから。リンタンも頑張る。そう、リンタンも頑張る。また次のステージはある。そうだね、うん、カノン頑張ろう、うん、よしよし、おいでカンちゃん頑張った、カンちゃん頑張ってる、よしよし。それ泣けるのは一生懸命やってる証拠だから、うん、大丈夫だよ、